こんにちは、KZP プラスです。現登場に新しい敵であるシグフレイが追加されました。さらにこれまで20までだったステージレベルですが25までになりました。今回の動画はそのステージレベル25に挑戦したものとなります。シグフレイ戦はお供が2人配置されています。初期配置では水の使い魔が配置されています。シグフレイの耐性を見ると特に目立ったものはないですが、水の使い魔の状態異常耐性の気絶が例になっています。今回の現登場はこの気絶を使って攻略するもののようです。お供の敵はシグフレイにダメージブロックを付与したり、カウントが例になっても残っている場合はシグフレイに強力なバフを付与して消滅したりと厄介なので、カウントが例になる前に倒しきる必要があります。気絶が例なので気絶で倒すのが良いですが、気絶がない場合はよだめで倒すことも可能となります。なお、お供は倒してもシグフレイのカウントレイの次のターンに復活します。この時水の使い魔ではなく、別の敵キャラが配置されますが気絶レイは一緒です。使い魔の付与するダメージブロック、破皮ダメを3回レイにするようなので、そこは気をつけたい。強力で BP を大量に使う技は避けたいところ。なお使い魔を倒すと BP5 回復します。シグフレイの攻撃は術攻撃が多め、ただし直接攻撃を当てると強力な、物理攻撃などで反撃してくる、ギミックもあるので、編成に余裕があるなら間接攻撃のキャラを配置するのもあり、シグフレイのカウントレイのギミックは、強力な術属性の全体攻撃を2発、撃って、消滅したお供のモンスターを、復活させるってことだと思います。強力な術攻撃の2発がすごく厄介。弱点解除があるので継続的な知力デバフや精神デバフ、陣形のアビリティ効果などで対策が必要です。麻痺などの状態異常攻撃もありますので気をつけたいです。テンプレートはこんな感じです。それでは戦闘を見ながら、各武器ごとの私なりの攻略を見ていきましょう。剣です。剣は戦力たっぷりといるし、余裕じゃんね。なんて思ってたら、いつの間にか私の所持している、剣の戦力が大したことなくなっていた。ガチャだいぶ天井して、引くの我慢してるから戦力が、衰えてきてるのを実感します。全然余裕じゃなかった、めっちゃ、難しかった。いつもなら剣なんて、真っ先にクリアするのに。さて、ということで今回は悩みました。まずは陣形の選択です。精神バフの、ノル光線前の陣を採用です。剣舞陣ではちょっとだけ火ダメ量が、大きく思ったように進めることが、できませんでした。状態異常対策ですね。気絶が神は、アルベルトの王者の剣で、一気に2匹気絶させます。私の所持しているアルベルトは、しょぼしょぼのプラチナ排出のもの、なのですが、ヒールライトが使えて、回復が狩りも剣舞できるので非常に、良いと思います。また、気絶時以外のよだめを取りに行くときは、成功烈斬を使用します。威力は、まずまちです。前より早いって、感じですがこのパーティーでは不調のよだめコースとなります。アルベルトは普段あまり使わなくて、一番大変だったのは戦線に出せるように育成することでした。裏の威力とか全然上げてなかった、わら。気絶が狩りが一人で良いというのは、非常にメリットとなります。アルベルトが一人でお供を気絶してくれるので編成に余裕が生まれました。火力で押し切ろうか、耐久するべきなのか、悩みました。私の戦力では火力に引いてたキャラが少なすぎるので、デバフを利用した耐久戦術で行くことにしました。まず選出したのはアセルス、正月スタイルです。梅かぐらが知力、中デバフです。これだけでも大きく、敵の術攻撃の火ダメを減らし、状態異常の付与率も下げられる、ので貴重な戦力。よだめを取りに、行くときは、新春美垣を使うのが、良いと思います。おまけで、攻撃力の、バフと防御力のバフが4ターン自身、実り、さらにヒットポイント回復もついてます。閻魔集団を継承しましたが、使いませんでした。シグフレイは物理攻撃より術攻撃がメインなので、閻魔集団ではなく、百花通錬を継承して、アルベルトが事故した時に、気絶がかりのバックアッパーもできるようにするのがより良かったと思います。
次に選出したのは、イルヴン、ミラージュステップでの知力デバフ、です。カウントレイのターンに使います。この技は直接攻撃なので、初ターン、とカウントレイのターン以外に、指示プレイに当たると、反撃される、ので気をつけねばなりません。レイヴンを継承しておくと、間接攻撃、で4ダメを取りに行ける技なので、良いと思います。4人目に選出したのはズズマ。こちらもミラージュステップを使用、して知力デバフをさせます。そうです。知力デバフモリモリで、シグフレイの攻撃をめっちゃ減らして、耐えちゃえばいいよね、作戦です。ウメカブラが中デバフ、ミラステが小デバフです。知力デバフが3個も入りますので、術攻撃の火ダメが下手すると2桁、くらいまで落とせます。いいです。ただ、シグフレイは弱点解除、しっかりしてきますので、タイミング、がずれたりするとせっかくの知力、デバフが無駄な展開になることも、あります。とりあえずはカウントレイの、ターンには確実に使っていこうと、決めて臨みます。また、マジカルヒールで回復がかりも、できるのがゾズマの強いところ、イルヴンと同じく、ミラステは、直接攻撃なので反撃の対象になってしまいます。この時は、立ち寄り、して間接攻撃の収穫倍増なんかを、打っておけば良いでしょう。防御デバフできるので弱点解除が、されなければしめしめです。最後に選出するのは、白バラ姫、スターライトヒールでの回復係は、もちろんやってもらいます。さらに、自分のヒットポイントが減った時はブラッド、スレイがあるので LP を減らさず、ヨダネを与えながら自身のヒットポイントを、回復できるので良いです。また、重要な技があります。イノセントローズです。この技は大きなヨダネを取れるほか、精神と体力にバフが入るおまけがあります。中バフです。ウメカブラとミラステでがっつり、武士の記憶を下げて、イノセントローズ、で味方の体力と精神にバフが、なればターン経過でさらに火ダメ、が抑えられます。弱点解除の、タイミング次第な部分もありますが、火ダメ霊まで持っていけることも、確認しました。でも実際は、やっぱり弱点解除が、サクサク入るので火ダメが2桁まで、落とせれば上々の成果と言えると、思います。また、余裕があればポンポコも敵に入れていくことでヨダメの方も伸ばすことができます。ここまで火ダメを減らして、回復ばかりの3人もいるのに結構、カツカツの進行具合になります。やっぱり火力が不足している感じが、します。しかし、私が所持している戦力では、しょうがないです。気力でバフを、セット攻撃のタイミングを間違え、内容にすれば火ダメが抑えられ、回復による LP 消費も削減される、のでいい感じに進められると、思います。足りない火力は、ポンポコで、少々ですが増やせますので、使えるタイミングも見計らっておく、のは忘れずに、こんな感じで進めていきます。どうなるか、見ていきましょう。
せたー。クリアです。かなーり、しんどい感じだったけど、終わってみれば少し余裕がある、かなーって思いました。ただ、このロジックというか説答、実験のにかなり時間が必要で、大変だった。頑張った。今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録、いいねをよろしくお願いいたします。